サメシマグジュは、日本の海軍軍人。階級は、海軍中将。尺位は男爵、岩倉具教の四、男として生まれ、サメシマカズノリ海軍大将の養子子となる。太平洋戦争において、司令長官職を歴任。ラバウルで共に終戦まで戦い抜いた、同期生の草勝とむ一、南東方面艦隊司令長官や、 陸軍第8方面軍司令官の今村ひとしと同様に人格者として知られていた。戦後の戦犯問題では部下の責任を引き受ける態度を示し、合軍に感銘を与えたという。1909年11月、海軍兵学校を卒業し、翌月に海軍将尉に任官し、同月、養父の死去に伴い男爵を就職。 1916年12月、海軍砲術学校高等科を卒業し、以後、あずま文体長、金剛部隊長、砲術学校教官、道の区副法長、東伏見宮寄人新郎付副官を経て、1923年10月、海軍大学校を卒業した。由良砲術長、イギリス駐在、高松宮信人新郎付部官、羽黒副長、運送官、 陳太を艦長、上海陸戦隊指揮官、第三艦隊参謀、北上艦長、西条艦長、羽黒艦長、長戸艦長を歴任した。西条艦長時代に酒に酔った、板倉光場商尉に殴られるという事件があったが、板倉を軍法会議処分にせず、他艦への移動処分に止めるという恩情処分にしている。1937年12月、海軍省将に進級し、 第四航空戦隊司令官、第十三戦隊司令官、第二航空戦隊司令官、自重部官を経て、九百四十一年十月、海軍中将に進級した。九百四十二年十月、井上成美の後任として、第四艦隊司令長官に着任。翌年四月、第八艦隊司令長官となったが、第八艦隊は艦染を消耗して、対戦末期には事実上、 第8艦隊の司令部が置かれた、ブーゲンウィル島部員の守備隊司令官となる。この時期、かつて最上艦長時代に自身を殴った事件で、恩情処分とした、板倉が艦長を務める潜水艦による補給作戦を受ける。板倉はサメ島に、かつて上艦を殴った私が恥ずかしながら、救援に参りましたとして、ウイスキーを送り、サメ島は手製のパイプを送った。サメ島は、 文を死守し終戦を迎える、1946年3月、予備役に編入された。板倉とは、戦後の軍事裁判の場でも再会しており、涙を流して手を取り合ったとされる。岩倉と美は祖父にあたる、養子氏として、鮫島家を継いだため、鮫島家とは、血縁上の関係はない。 長男院中の妻は、渋沢正夫の次女、純子、ありがとうございます。